訪問者。作春井寛治。その日、俺はソファーで新聞を読んでいた。静かな午後だった。聞こえるのは時折外で駆け回る近所の子供の声程度だ。チャイムの音が鳴った。廊下にいた妻の陽子がインターホンに出た。はい、はい。陽子が訪問者と何か話してるのが聞こえる。やがて彼女は書斎にやってきた。あなた、同じ小学校の土屋邦彦さんって方が訪ねてこられたけど。邦彦が？俺は唖然として玄関に向かった。覗きガラスを見てからドアを開けた。外から風がビュッと入ってくる。土屋邦彦が静かに足を踏み入れてきた。久しぶり。邦彦、何年ぶりだ。俺たちは肩を叩き合った。ずいぶん経っちゃったね。ま、上がってくれよ。しばらくして俺たちは応接間のテーブルを挟み話を始めた。邦彦は特に変わりはないようだった。あの頃はいろいろあったよな。俺らほんと悪ガキだったよな。ああ、いたずらばっかりしてた。会話しながら俺は彼と最後に会ったのがいつか思い出せないでいた。同窓会に彼は来たことがあっただろうか。よく覚えてない。だが彼の笑顔は小学校の頃のままだ。滝田、タバコを吸っていいか。うん、いいよ。ここに灰皿もある。あ、お前は吸わないのか。うん、2年くらい禁煙に成功している。でもお前は吸っていいよ。じゃあお言葉に甘えて。邦彦がタバコを吸い出した。実は吸うの10年ぶりなんだ。10年も。ああ。そう言い彼は吸い殻を灰皿に捨てた。俺は自分がさっきから緊張していることに気づいた。どうした滝田。いや、別に。俺は彼にわずかな恐れのような感情を抱いているらしい。ただそれがなぜかはわからない。昔彼に何かひどいことをしてそれを自分で忘れてしまっているのだろうか。滝田、お前には算数の宿題を見てもらったことがあったな。あれは本当にありがたかった。もしかして彼は俺に仕返しをしようとしてきたのだろうか。修学旅行も楽しかったな。お寺で走り回って坊さんに怒られたりもしたっけ。なあ邦彦、今日はどういう用事でここに。え、いや、そのどういう、その、ああ、ずいぶん会ってないなって思って。ただなんとなくだよ。そっか。俺は彼が新しく吸い始めたタバコの先の火をぼーっと見つめていた。何か大事なことを思い出せないでいる。なんかこう刺激的な話でもしようか。刺激的な話。ああ、こういうのはどうだ。自分が今までしたことで一番後悔していることとか。後悔していること。ああ、悪趣味だな。ああ、じゃんけんしようぜ。え、負けた方から話す。え、ちょっと、え、じゃんけん。俺は慌ててパーを出し負けた。邦彦はにやりと微笑む。さ、一番後悔していることを教えてくれ。いきなりだな。そうだな。高校の時同じ女子に5回告白して5回とも振られたことかな。ストーカーって言わないか、それは。まあそういうかもな。今だったらな。あのさ、それは一番じゃないよな。え、他にもっと後悔してることあるだろう。ないよ。いや、お前はあの日俺を止められなかった。あの日？ピーちゃんのことだ。俺はゴクッと息を呑んだ。ある記憶が鮮明によみがえった。ピーちゃんとは小学校の教室でみんなで飼っていた小鳥のことだ。あの日小学校からの帰り、俺と邦彦はランドセルを背負って歩いていた。
邦彦が人気のないところでこう話しかけてきた。あのさ。何？教室に戻んないか。え、なんで？ピーちゃんをさ。そこで彼は耳を近づけていった。殺さないか一緒に。え、ピーちゃん？なんで？理由とかは別にないけど、でも面白そうじゃん、なんか。は？なんで？まあ分かんないならいいや。じゃ、また明日な。別れ道で邦彦は違う道を歩いていった。俺はただの冗談と思って特に気にしなかった。次の日、教室に入るとみんな鳥かごの周りに集まっていた。泣いている子もいた。教師が鳥かごのそばで手を広げ、生徒たちを鳥かごから遠ざけようとしていた。みんな見ないで、席について。これは野良猫の仕業です。猫の毛が落ちているし。鳥かごの底でカナリアの死骸が横たわっているのが教師の影からわずかに見えた。あの日のことを回想しながら、俺はしばらく沈黙していた。分かってたんだろ、あれが俺の仕業だったと。はあ、偶然にしちゃ出来すぎだったからな。それに落ちてた猫の毛はお前ん家で飼ってた猫と同じ色だった。でもお前はそのことを誰にも言わなかった。なぜだ？お前が友達だったからだ。友達なら止めてほしかった。俺はピーちゃんを殺すのをお前に止めてほしかった。またはお前がこのことを誰かに言ってくれるんじゃないかと密かに期待していた。俺は沈黙した。そうすれば俺は誰か大人に罰してもらえたかもしれない。お前、俺を責めるのか？その逆だ。滝田、ごめんな。俺は何も言わずに邦彦を見つめていた。お前に長い間重荷を背負わせてしまった。一体何しに来たんだよ今日は。お前に謝りに来た。早く帰ってくれ。俺は下を向いた。邦彦は立ち上がりベランダに出た。じゃあな。邦彦！彼はベランダの手すりを乗り越えて下に落ちていった。俺は叫びながらベランダに行き下を見下ろした。下には暗闇が広がっていた。そこで俺はソファーの上で跳ね起きた。なんだ夢か。いつもと変わらない休日の昼下がりだった。外から時折小鳥や子供たちの遊んでいる声が聞こえる。なんとなく寂しさを感じ、俺はテレビをつけた。料理番組をやってる。そばの棚の中から俺は小学校の卒業文集を持ち出し、ページを広げる。ドアが音を立てて開いた。俺はぎょっとして振り返った。陽子が買い物袋を持って立っている。ただいま。なんだ、驚かすなよ。別に脅かしてないわよ。陽子が買い物袋をテーブルに置いて居間を出た。変な夢だった。だいたいあいつがここに来れるはずがない。あいつが今どこで何をしているか俺は知っている。あいつは元気だ。ただあいつはここに来ることはできない。絶対にできないのだ。陽子が再び今に入ってきた。ちょっと禁煙してたのにまた吸い始めたの？は？なんで？応接間の灰皿に吸い殻があったわよ。陽子が吸い殻の入った灰皿を持って俺に見せた。俺は言葉を失った。テレビがニュース番組に映った。アナウンサーが語り始めた。今入ったニュースです。法務省が発表したところによると、2時間ほど前に土屋邦彦死刑囚の刑が執行されました。
土屋死刑囚は小学校の頃小鳥を殺したことをきっかけに猫や犬を殺すようになり、20代になると児童を誘拐し殺害しては山林に遺棄する犯行を続けていました。被害者数は16人にも達し、日本犯罪史上最も凶悪な事件の一つとして今でも記憶されています。俺はテレビに映る邦彦の顔写真を見つめ続けた。あなた2時間前やっぱり来てたんだな。俺の目から流れる涙がいつまでも止まらなかった。邦彦、ごめん、止められなくて。俺は小学校の卒業文集に目をやった。子供たちの将来の夢の欄で、みな野球選手、タレントなどと各々のなりたいものを書いている。邦彦だけはこう書いていた。自分の中の化け物と戦えるようになりたい。